次にフォームを作成します。フォームというのは、レスラーのポーズデータのことで、バラバラの体のパーツを並べて作ります。基本的には欲しいポーズに近いポーズをコピーして改造するのが楽になりますので、前のコマのフォームをコピーして持ってきます。欲しいフォームのコマを表示して、このフォーム番号のところでメニューを開いてコピーします。コピーしたい先である次のコマを表示して、同様にメニューからペーストします。この時、内蔵と書いてある部分にご注目ください。今ペーストしたことで文字が青くなって固有という表示に変わりました。このようにフォームデータには2種類、内蔵と固有というものがあります。内蔵というのはすでにゲーム内に実装されているデータで、これをそのまま表示して使用することができます。固有というのは技クラフトの技データ単位で専用に持つデータのことで、内蔵を少しでも書き換えると自動で固有フォームとして登録されます。このため、新規で作ったデータはすべて固有フォームとなります。内蔵フォームはすべての技データで使用可能ですが、固有フォームはその技でしか使えないので、他の技でも使いたい場合は、ファイルバンクを切り替えて、技間でコピーペーストをするか、画面左下のこちらのフォームバンクに登録しておいてからコピーをするという形でご使用ください。